こんにちは。今日は2月の使い切りコスメを紹介していきます。はじめにこちらは無印良品のコットンになりますね。きなりカットコットンの大判タイプで135枚入りのものになりますね。これはね、すごく大判で使いやすかったんですけど、まあ大きい分、普段の化粧水とか使うときには結構吸収しちゃって、まあ量が結構使っちゃったりしたので、どっちかというと拭き取りクレンジングとか拭き取り化粧水とかに使うのがすごくいいなと思って、普段のスキンケアではなくて主に拭き取り用で使うことが多かったですね。で、こちらは、この大判のものがすごく気に入ったので、リピートして購入して今も使っていますね。うん。まつき用のコットンは普段のスキンケアに使って、こっちは、まあ、クレンジングとか拭き取りに使おうと思って今は使い分けています。そしてパックになりますね。2月は、オルフェスのディープブラック、保湿張りのタイプのものを2枚。そして、こちら。これは、クラシエから出ている肌美声の、3D 濃厚プレミアムマイクロオイル美容ということで、張り肌になるタイプのパックですね。この 3D タイプ初めて使ったんですけど、すごく立体的な分密着力がすごく良くて、でしかも美容液もこれ30ミリ入ってんのか、すごいひたひたで滴り落ちるような感じ。であとこの上の部分にこうちっちゃい突起がついてて、ここを2つ2箇所押さえて顔に当てて、上の部分から当てて、この顎のラインのあたりにもちょっと大きめの出っ張ったシートがあって、これを引っ張ってこの首元のあたりまで使うことができて、このシリーズは使い心地良かったですね。うん、張りというよりは結構しっとりしましたね。これはね、まだちょっと残りがあるので3月も引き続き使っていこうと思います。そしてコンタクトですね。コンタクトは2月はこの1箱だけですね。ポップレンズで購入しましたミスティのワンデータイプでロマンチックヘーゼル20枚入りのものを使い切りました。うん、これはね、仕事で使っても全然大丈夫なぐらいのナチュラルなブラウンで使いやすいので、これもね、機会があったらリピートすると思います。そしてバス関係ですね。こちらバウンシアのボディーソープを、使い終わって詰め替えましたね。ホワイトソープの香りの方になります。うちはもうだいたい1年の3分の2はこちらを愛用してる感じですね。またリピート購入、まあ来月か再来月ぐらいにしようと思ってます。そしてこちらは1月は確かシャンプーの方を使い切ったと思うんですけど、2月はこちらのコンディショナーですね。ラックスのうねりケア用のコンディショナーの方を使い切りました。でこちらも、一旦リピートはストップして、他のものを使っていく予定ですね。一応まだちょっとサンプル系のものが余ってたり、あとはボディショップで買ったものがあるので、それを使い切ったら、パブリックオーガニックの方に切り替えていこうと思ってます。そして、洗顔とクレンジングですね。どちらもサンプルサイズになります。こちらクリニークのリキッドフェイシャルソープマイルドですね。ジェル状の洗顔料。これは原品も使ってるし、使い終わったし、サンプルのものもちょいちょい、キットで買うと入ってくるので、これも
好きな感触の洗顔料ですね。今はもうストックはないので、まあまた何かキットの中に入ってきた時は使おうと思います。これぐらいのサイズのものは主に職場にストックして置いてあるものですね。で、こちらも職場の夜勤の時に使い切りました。1月も多分これ2つ使い切ってるんですけど、コスメデコルテの、セルジェニーのクレンジングオイルですね。これはもう現品がないので、この使い切りのみで終了です。そして化粧水とかスキンケア系結構使い切りましたね。こちらは、クリニークの、クラリファイングローションの2番ですね。こちらはね、大容量の 400ml のものをやっと使い切りましたね。もう1個400ストックがあるのでまだまだ持ちそうですけど、4001本買ったら半年近くは持ちますね。あとは結構これも同じようにキットでミニサイズの 30ml とか 50ml とかが手に入るので、そっちも併用して使ってるとすごい長持ちしますね。私はこれは化粧する時の前に拭き取りでスキンケアで使ってます。リピートして現在もまだストック使用中です。そしてこちらは旧パッケージになりますね。クリニークのイーブンベターの、ダブルブライトセラム美白の美容液になります。今はね、これ中身というかリニューアルしたので、もう古いバージョンを使い切ろうと思って使ってましたね。うん、こちらはこの美容成分と美容液が2つ一緒に出てくるタイプのもので、質感もすごく好きで、これもね多分2本目かな使い切ったので、先日クリニークの新しい美容液を購入したので、まあ今はちょっとねサンプル系をちょこちょこ消費してるので、それが終わったらまた使っていこうと思ってます。これもね、もうずっと使うかどうかはあれですけど、でもね1年に1本ぐらいはちょっとリピート購入して使ってる美容液です。そしてこちらも2つサンプルサイズになりますね。1月にこれの美容液を使い切ってるんですが、それの残りですね。RJ ローション EX 化粧水と RJ クリーム EX、 こちらがクリームですね。で、この数字の2と4って書いてるんですけど、この間の3番が1月に使い切った美容液になりますね。この使う順番が書いてあってくれるのはすごく便利ですよね。時々こう美容液が先なのか後なのか分からなくなったりするので、まあライン使いしてればね、こういうのすごく便利だなって思います。これはね、少しこうとろみがある白濁した感じの美容液で、すごく浸透も良かったです。こっちのクリームもまあ一応ね2月の冬場に使ってたんですけど、保湿力まあまあありましたね。まあでもリピートは現品購入はないかな。まだまだいろんなストックがあるので。そしてこちらちっちゃいんですが、コスメデコルテの AQ シリーズのホワイトニングクリーム美白のクリームになります。こちら 2.5g、 めっちゃちっちゃいんですけど、これもねすごくね美白クリームの割にはすごくしっとりするんですよ。もうサンプル系はほとんどね仕事場で使ってることが多いんですが、うん、これも夜中にメイクを落として塗るだけで朝まですごくしっとりしてましたね。まあ、これももうね多分リニューアルして同じものはないと思うんですが、うん、美白のクリームもね今はサンプル消費が大変なので現品は購入は今出しないと思います。そしてコスメの使い切りですね。
まあ毎日のお気に入りのメイクの動画でも紹介したんですが、フェイスパウダー、エルフのパーフェクトフィニッシュ HD パウダーですね。こちらは最後縁だけ残ったんですが割れてしまい、でもね本当にあと数回分使ったらなくなるぐらいだったので、まあ割れて全て使い切ったことにしました。そしてこちらはメイベリンのファッションブローパウダーインペンシルの BR4 番、これも使い切りました。もう残り少ないなぁなんて思って使ってたらあっという間になくなりましたね。でパウダーインペンシルっていうんですけど、パウダーのような仕上がりにはならなくて、こうどっちかというとこう眉毛がもうペタペタしちゃう感じなので、あのどっちかというともう毛がない眉尻の方とかに使うのがいいのかなっていう感じで、これはちょっとリピートはもう購入しないかなって思いますね。そして有名なザセムのチップコンシーラー、私が使っていたのは01番になりますね。うん、こちらもね綺麗に使い切りましたね。まあ主にね休みの時にもう下地とコンシーラーとパウダーだけっていう時にもうガシガシ使っておりました。あとはこうサンプルのフェイスパウダーとかファンデーションとか使う時に一緒に使ってましたね。うん、ただやっぱりねこれねちょっとこう乾燥してくるというか、あまりつけすぎちゃうとこうパキパキ肌がしちゃうような感じと、あとはねここ液漏れするんですよね。なのでなんか寝かしといたりとかポーチとかに入れるとちょっと危険だったので、もうほとんど持ち歩きはできず家で使ってましたね。こちらはまあ今はねコンシーラーのストックもまだいろいろあるのでリピートはないです。そしていろんなサンプル系を使ったものですね。こちらヘアオイルですね。本当はなんかあのヘアアイロンとか使う時用のオイルみたいなんですけど、まあ最近使うことはもうないので普通にトリートメント代わりに使ってました。プロスタイルフワリエストレート用オイル1,2,3,4個使い切ってます。そしてこちらがココンシペールニュートリションオイル、これも洗い流さないヘアトリートメントのオイルでしたね。これはクラシエから出ているものみたいです。ちょっと原品見かけたことないのでよくわかんないですね。そしてクレンジングオイル、こちらは洗顔専科のオールクリアオイルのメイク落としを2つ、あとは3のクレンジングオイルを2つ、そしてファンデーションのサンプル品で、エストのパウダーファンデーションシルキースムース、これの多分オークルの3番と5番ですねを使い切ってますね。使い心地はまあ薄付きな感じでしたね。すごくでもサラッとしてて崩れもそんなに気にならなかったかな。まあでもねもうブラシで取ってささっとつけてただけなので、まあパウダー感覚で使ってたのでそこまでのちょっと持ちがどうか、マスクとかの付着の持ちがどうかと言われたら、まあマスクにはついちゃってましたね。そして最後がトランシーノの、ホワイトニング CC クリームですね。もうこれはね化粧下地代わりに使ってましたね。っていうか化粧下地か。こちらはね SPF が50、PA4+、すっごい紫外線カット効果のある CC クリームですね。でまあトーンアップの効果はどうかな、あんまり変わんなかったかなと思いますね。まあこれらのサンプルを
使い切りました。今月はだいぶサンプル使い切ったな。まあ、もうちょっと頑張ってこの自粛期間中にガツガツとサンプルを使い切っていこうと思ってます。2月の使い切りコスメは以上になります。ご視聴ありがとうございました。